じゃあ早速タントを試乗してみたいと思います。まずねシートベルトちゃんとつけて、でエンジンつけるときはブレーキ踏んでボタンを押します。はい、じゃあドライブに入れて、サイドブレーキがフットブレーキなのでね、はい、じゃあ道路に出ます。わあ、ちょっと左に曲がらせてもろて、やっぱなんかアクセル踏んだ感じがすごい軽いですね。走りやすい。ちょっと踏んだらビューンって行っちゃう感覚がします。でこのフロントガラスがすごく広いですね。見晴らしがいいです。はい、右よし、左よし、後方よし、前方よし、巻き込みよし。皆さんも運転されるときはしっかりと左右の確認と前後の確認を忘れることのないようによろしくお願いいたします。あ、ちょっと間違えました、道を。すごい自転車で頑張ってらっしゃいますね。すごい、やっぱアクセル踏んだ時のこれ何回目、何回言うんですかね。でも本当に加速が全然違いますね。アイドリングストップ中です。すごいいい車ですよね、タントって。はい、右押し、左押し、この方が渡ると思うので、やっぱ歩行者優先なので、ちょっとでもあ、この人もしかしたら歩くかもな、横断歩道渡るかもなって思ったら待つ。歩行者優先、待つ、私のモットーです。やっぱ大事ですよ、交通マナーを。はい、この方も多分曲がりたいと思うので、譲り合いの精神大事ですよ。ここも左折します。はい、Kカフェに帰ってきました。止めますね、止まってるので。このバックするときをピーピーピーってちゃんと音が知らせてくれます。はい、到着しました。走りがいい、本当に。そしてこの前が広い、燃費もすごいいいですし、安全装置もしっかりついてて、自動ブレーキもついてるので、もう最高です。タント試乗してみたということで、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回また別の車種を紹介していきたいと思います。よかったらコメント欄にコメントよろしくお願いします。以上、のこでした。ありがとうございました。